はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、誘惑に負けちゃって勉強できませんと、どうしたらいいですかっていう、お悩み相談を受けましたので、ちょっとね、一緒に考えていければと思っています。どうでしょうか、あなたは眠くて勉強できないとか、スマホゲームちょっとやっちゃって勉強できないとか、悩み抱えていてちょっとそれどころじゃないよとか、そういったお悩みありませんか。誰でもやっぱり誘惑ってあって、それに勝つ人と負ける人がいるんですよ。実際私が一番多かったこの中での誘惑で言うと、眠いかな。これ意外と多かったですね。これが意外と多い。あとですね、家に帰ってくるとなんか勉強はだらけちゃって勉強できないとかっていうのがあったんですよ。で、そこでね、大きく分けて2つの対策を考えました。どういった対策かっていうと、1つ目が排除。もう1つが移動。この2つです。この2つを組み合わせながら私は、この誘惑に負けず、勉強を習慣化することができるようになりました。排除っていうのは何かっていうと、この誘惑になっているそのものをもう排除するっていうやり方なんですよ。例えば眠いだったら、もう寝ちゃったら眠くないじゃないですか。だからもう仮眠取っちゃう。例えばもう20分とか30分とか仮眠取っちゃって、もう眠気っていうものを一旦ね飛ばしちゃう。で、おそらく20分30分だと、まあ、仕事終わって疲れていって20分30分寝ましたと。寝てね、起きた直後っていうのはちょっとね頭がスッキリするんですよ。ただ1時間くらい経っちゃうとまた眠くなっちゃうんですよ。だから重要なことっていうのは、寝て起きたらすぐ勉強なんですよ。ここで何かね、いろんなことをやっちゃうと、ご飯食べちゃったりとかやっちゃうとまた眠くなって結局勉強できません。なので眠いってなったら一回寝て全然構いません。5分でも10分でも20分でも30分でも、1時間とかちょっと長いかなっていうのはありますね。夜寝れなくなっちゃったりするんで、まあ、30分ぐらいで抑えるのがいいんじゃないのかなと思います。で、起きたらすぐやるっていうことですね。スマホゲームとか LINE、 つまりもうスマホに関する内容です。ネットサーフィンしちゃうとかね、まあ、そういった方っていうのはもうなんだろう、で、変な話、電源切っちゃうとか、あとスマホゲームとかこの LINE とかっておそらくですよ、大体このホーム画面、いわゆるスマホありますよね、スマホの、こうスライドさせたら、こうアイコンとか出てくるじゃないですか。そういったところにおそらくね、すぐクリックっていうのかな、タッチっていうのかな、しやすい場所にあると思うんですよ、そのアプリが。もうスマホゲームしょっちゅうやってる人とか、LINE しょっちゅうやってる人だと、LINE がね、一番もう、電源っていうかな、ポチってつけたらすぐポッて押せるところにあると思うんですよ。それを、それまあ、ホーム画面っていうんですけども、そこからは排除しちゃう。アプリをアンインストールするんじゃなくて、その画面から排除しちゃう。そうすると、検索するのがめんどくさくなるんですよね。若干ですよ。アプリ自体は入ってるので、そのアプリ検索をしていただければ、LINE とかも使えますし、普通通りね、スマホゲームももちろん使えます。ただ、それがすぐタップできるところに あると、やっちゃうから、そのホーム画面からちょっと排除しちゃうっていうやり方ですね。あとはサイレントにしちゃうとかね。LINE とかだと意外とやっぱりね、ピローンとかって音鳴るじゃないですか。そうするとやっぱり集中できなくなっちゃったりするんで、勉強始めようかなって思ったら、もうすぐに、サイレントにしちゃうっていう方法もあります。あと悩み。これも意外と多いんですよ。意外、なんだろう。恋愛の悩みだったりとか、会社のね、仕事上の悩みだったりとか。これもね、やっぱ、誘惑ではないけれども、やっぱ勉強の妨げになっちゃうんですよね。で、これについては、二つあるんですよ、方法が。まあ、方法っていうのかな、分ける。この悩みについて二つまず分けます。一つ目が、解決できる悩みなのか。いわゆる考えて何か行動を起こすことによって解決できる悩みなのか。もう一つは、なんだろう。結局は解決できない。何か自分でやっても解決できないような悩みってありますよね。自分の行動だけでは解決できない悩み。二つあると思うんですよ。で、前者の場合っていうのは、もうその行動をとって、早めに解、もう先に解決しちゃう。っていう、対策があります。もう一つの悩み、大体こっちなんですよね。解決できない悩み。っていうのが意外と多いんですよ。もうこれはね、もう仕方がないんですよ。解決できないって。むしろ考えるだけもう時間がもったいないんですよね。そこに時間、考える時間を使ったりとか、労力とは言わないか、考えることによって精神的にも負担が大きいじゃないですか。っていうふうなもの、精神的なものを使ったりとかするのは、もう本当、生産性が悪いんですよね。だからもうできるだけ、もうこれは考えない。もう考えても無駄だって思っちゃうんですよ。
考えても一緒、考えなくても一緒。じゃあ考えない方がね、その時間は違うものに使えるし、精神的負担も楽になるっていう、合理的に考えてね、排除しちゃうっていう方法があります。まあこれ人によるのかな。私はもうそうやってね、もう解決できない問題は考えても仕方がないってもう思っちゃうように してます。昔やっぱり抱え込んじゃったりしてて、もう精神的にももう相当ダメージが大きくてね、まあいろいろあったんですけども、もう極限まで行くともう無駄だと、自分の中でも割り切っちゃうっていう術を覚えたんですね。そこからですかね、もうなんかもう考えても無駄なもの、解決できないものは考えないようにしよう、考える時間があったら違う、時間に使おう、まあ勉強だったら勉強とかね、別のものをやるのであれば別のものをやる、仕事やるなら仕事やるみたいな感じで別の、有効なね、ものに使っていった方が、まあ、生産的です。次、移動。私自身がそうだったんですけども、家に帰ってくるとテレビもあるし、あとベッドもあるわけですよ。そうするとね、やっぱ寝たくなったりとか、あとテレビ見たりとかしちゃうんですよ。別にテレビ見えるってことになるのがつけちゃうんですよね。だからもう家にはできるだけ帰らない。で、仕事が終わったらそのまま家では勉強できないっていうのはもうね、経験から分かっている。いつも家に帰ってきてからやろうと思っても結局後回しになって、じゃあシャワー浴びてからやろうかな、シャワー浴びました、なんかちょっとお腹空いてきたな、ご飯食べよう、ご飯食べた後から勉強しよう、結局勉強せずに一日が終わっていく。もうこれはね、ずっと続きました。だから結局は家に帰ってきたらやらないんだなと、やれないんだなっていうふうに分かったんで、もうね、移動する。家に帰って、基本はね、家に帰らない、帰らずにもうそのまま私はマクドナルドに行ってました。で、マクドナルドに行って勉強してから帰ってくるっていうふうにしたんですよ。まあ人によりますよ。マクドナルドが難しいっていうのであれば別に違うファミレスでもいいし、駅のホームのね、待合室でもいいし、とりあえず勉強道具があったらどこでも勉強できるんですよ。もちろんね、真っ暗とかでできないんで、明かりがあればね、どこでもできますんで、まあどこでもいいです。とりあえず移動するっていうふうにやる。あと部屋が汚い方も、じゃあ部屋がダメなら部屋から移動して、例えばダイニングでやるとかね、別の場所でやるっていう風に移動するっていうことがすごく重要です。あと家帰って、この身内問題、これ意外とあるんですよね。あの受講師さんにもあったんですけども、あの家にいると、家族の方がいると、そうするともう勉強に集中できない、家にいるのに家事もしない、とかって言ってね、いろんなことで文句を言われたりすると勉強できないっていう、それどころじゃないっていう風な感じになっちゃうらしいんですよ。じゃあ家でやらずに違う場所でやりましょうっていう風なね、解決策もあるわけですよね。ただ何もしないと奥さんに怒られたりとかってあるので、やるべきことだけはやる。例えば洗い物だけは自分がやるよとか、役割、家族の中での役割分担をやって、それだけはちゃんとこなしながら、家でできないのならば違うところでやるみたいな、まあ、感じで、まあ、誘惑から負けない、誘惑に負けずに勉強の習慣づけを行っていくと、まあ、いう風な方法があります。大きく言うと、おそらくこの二つじゃないのかなと思うんですよ。だから、どちらがね、適切な方を選んでもらって、まあもちろんね、どっちも選ぶっていう方がいいと思います。私もどっちも選んでました。マクドナルドに行きます。で、基本携帯は全部サイレントにしてました。やっぱね、メールとかチリーンとかって来ると、LINE とか来ると、やっぱ見ちゃったりするんですよ。だから、もうできるだけ調べ物以外は、スマホを見ないようにしてたんですよね。だから、まあどっちも使ってました。だからできるだけどっちも使いながら、誘惑に負けないように。やっていきましょう。で、まず誘惑に負けないようになったら、勉強の習慣づけだと思うんですよ。で、これについては別途動画があります、ね、勉強を続けられない場合どうしたらいいのかっていう別途動画ありますんで、ぜひね、そちらも、ご覧ください。そちらには勉強を習慣づけるための具体的なね、やり方があります、動画でね、解説してますんで、ぜひそちら、ご覧ください。今年の合格目指して、頑張っていきましょう。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。